かなり深く刺されてる。アシトに運ぶぞ。トラ太郎、死んじゃダメだよ。大変だ。あの掃除やっておきました。あ悪いな。あれこれ家事やらせて。いえ、その置いてもらってるわけですし、何もしないというのも真面目なもんだ。こうしてる分には普通の気のいい人たちに見えるけど。しかし今日は集まり悪いな。クマは春売りとしても。春売りっていうのは多分売春させてるんだよね。タラキラはクマの護衛だって。よっぽど暇なんだなあいつら。暇いかん、人狩りでも行くか。人狩りは不法侵入に強盗、それに拉致。こうやって聞くと本当に悪いやつらだよなこいつら。普通に考えたらひどいこと。すぐに通報した方がいいような。でもザパ、いるか。ああ、どうした悪魔。って、トラ太郎。ザパ。大丈夫かトラ太郎くん。刺されたのよトラ太郎。ふらった女に。傷が深い。急所じゃなさそうだが出血が多い。医者、ブリストレスに連絡して。申したが捕まらない。何度もかけたんだが。なあ、こんな時に。あのすぐに病院に連れて行かなきゃ。ダメ、麻生義と関わりのない病院なんてどこにもない。はあ、でもそんなこと言ってる場合ですか。あの出血だと危ないです。ばあちゃん捕まる可能性があるもんな。こうはだとバレたら捕まるじゃ済まない。最悪そのまま消される。そんな誰か手当てできるやつはいるか。無理だよ、こんな大きい傷。俺も心得はない。やってみてもいい。手順だけはなんとか。ほのちゃん、いけるの。それにかけるしかねえか。あの俺はミストレスのとこに直接走ってみる。そっちで何かあったらクマ任せた。わかった。キラキラ、怪我の縫合の仕方検索しといてくれ。なんだい嬢ちゃん、悪いが手短にな。私学校が看護学校で。つまり直せるってこと。できんの。いえ縫合は習ってなくて。でも基礎的な知識なら。だからその目の前で怪我してる人放っておけなくて。おお、心強い。頼んだ。クマ、あとは任す。ああ。まずどうすればいい。はい。こんなすぐに信じて。疑う時間がない。ザッパが信じた。それにあんた、こういう時にはすぐにテンパる口だ。嘘はつけない。それはそうかも。仲間を助けたい。頼む、何をすればいい。まず針を消毒して、できるだけ清潔な糸とお湯用意してください。そこから先はキラキラ検索はやってるよ。わ、動画出てきた。よし、俺たちは手伝いに回る。やるぞ。なんとかする。何かありましたの？なんですのこの人だかり。人が刺されたんだって向こうの路地で。ああ、噂になってるんだ。向こうの路地、血だまりできてるよ。すっごい生々しい。まあ怖い。
で、通報したのは？はい、私です。市民番号 D23782BF、たぬき島幸太郎です。たぬき島くん。市民番号 D のと。何かあったら通報は市民の義務ですから。ゴミ出しで手が離せなかったのですが、いかん、麻生木のためにと。それで、救急車は動いてないみたいだが。ああ、どうも講和の連中みたいですよ。なんか裏で喧嘩してて。はあ？講和？ええ、私は偶然怒鳴り声が聞こえて、行ってみると人影が。はあ、もう少し詳しい情報を。いやー、刺された瞬間を見たんですが、ざっくり言ってましたよ。あれはもしかして死んだかも。ああ、そういうのはいいから。刺されたのは誰？そいつらどこに行った？アジトは？え？ああ、いや、そういうのはわからない。幹部が死んだとかならいいが、それもわからないのか？まあ、なんか子供だったような。かあ、なんだそりゃ、完全に外れか。外れ？それでその通報した私の評価はどの程度？ああ、報告しとくから、追って処分が通知されるだろうな。処分？処分？どうして？バカか。何にもならないことで通報してこの騒ぎだ。くだらない。無駄な騒乱を起こした者は条例に抵触する可能性があるぞ。そうなの？でも事件が起きて。事件だと？講和のガキが喧嘩で刺された。どこが事件だ。死んだなら清掃局を呼んで終わりだろうが。モラルがモラルが、倫理観が死んでいる。ま、穏便に済めば数ヶ月の減給あたりで済むかもな。そんな、私は町のためを思って。講和じゃなかったかもしれません。私の記憶違いかも。やかましい。こんなことでこれ以上時間を取らせる気か。騒乱を広げる者には非正規処分まであるんだぞ。こわー。なんでもないです。許して。さあ解散だ、解散。さっさと帰って、明日も麻生木のために奉仕するのだ。やば。もちろん帰ります。まったく、誤報特に何もなしと。はあ、やべえ町。戻ったぜ、取れたのは。大丈夫かな。はい、なんとか峠は越えました。よかったよかった。そうか、なんとかなったが。なんとかなったようです。麻酔なし、身を見まねだからな。散々暴れたが、トラダルもよく耐えた。麻酔なしか、辛いね、それは。そりゃ、ご苦労さんだ。あんたもありがとうな。いや、無我夢中で。でも、後できちんと、ちゃんとしたお医者に。ああ、町中回ったが、ミストレスはどうにか見つけた。医者の手配、頼んどいたぜ。よかったよかった。そうか、それならひとまずはよしか。ああ、よかったよかった。でも、よくないこと。サラトル君好きだからな。このまま泣き寝入りとか、なしでしょ。ああ、まったくだ。フラットの連中、舐めてくれるぜ。潰しに行かなきゃ。報復よ、報復。今から行こうよ。そうだな。行くの、もう。その必要はないぜ。誰だ？邪魔するぜ。フラットの人間？来やがった！チェーソー、チェーソー！アジトの場所はバレてるんだ。大歓迎だな。今度はフラットのボス自ら。あ、こいつがボスなんだ。わけが相変わらず単細胞だな、ザッパ。落ち着けよ。
ちょっとした挨拶。どうも、フラットじゃナイフで刺すことを挨拶っていうらしいが本当にね、怖すぎるわ今回は違う、本当のやつだ。うちのが老いたしたらしいからよ。老いたどころじゃねえわよあ、座っていいか。座んな。返事する前に座るなら許可取るのよ。相変わらず安いソファーだ。うちのお風呂そのうち回そうか。あいにくお気に入りなんだな。気に入らんなら床に体育座りでもしてな。帰れ帰れ。珍しくトゲトゲしいな、ザッパ。リーダーがそうカリカリすんなよ。それ仲間刺されてるんだからな。お前の指示か、紫。いや、ああいうことすんなって言ってあんだけどな。悪かった悪かった、こいつは手違い。手違いで仲間を殺されかけちゃうな。俺だって手違いなら起こすぜ。いつだって今だっていい。待て待て待てって、落ち着けよ。先に銃をぶっ放してきたのはそっちだろ。先にナイフで刺してきたのはそっちだろ。そっちだろなあ、クマ。うん、そうだよ。まあ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 、やったやらねえは水かけ論の平行線だ。不毛じゃねえかなあ。俺たちが潰し合っても麻生木が喜ぶだけだ。そんなくだらねえことですり減るなんてバカバカしいぜ。バカだ利口だどうでもいい。虎太郎に万一があったらお前をそのソファーに座らせちゃいない。助かったんだろ。それならセーフじゃねえか。よかったな、祝杯もんだ。強運といいメディックがいるらしいな。本当に潰してやろうが。俺はいつまでお前のにやけ面を見てりゃいい。そう邪険にするなって。俺としちゃこれまで通り持ちつ持たれつで生きてんのさ。詫びに情報を持ってきた。金になるね。麻生木美術館だ。あそこ今警備が薄くなってるぜ。麻生木美術館、上流階級向けの施設だぞ。例の生誕祭だ。あれに先んじて町中の警備の再編をするらしいだもんで、実はあちこちの施設警備の連中の入れ替わりが起きてる。出入りや警備が甘くなる瞬間があるんです。もちろん外には極秘だが、そこは蛇の道は蛇ってな。しばらくあそこはボーナスステージだ。上がりは悪くないと思うぜ。話はそんだけだ。手打ちの金代わりと思ってくれ。じゃあ言ったか。何あれ、うっそくそ。あのピエロみたいな人はフラットって組織だな。まあ競合の同業者のボスだ。あいつがボスか。あれこれと裏側で動くのが好きらしいが、今回も無関係を装っているが、どうだかな。絶対無関係じゃないだろうね。全く食えない野郎だが、さてどうするかね。行ってみよう。行くんだ。トラタロのことを流すつもりはないが、奴らを叩くのは今じゃなくてもいい。まあね、それはそうかもしれんけども、今は奴らも用心してるだろう。叩けるチャンスを待つ。麻生木美術館なら叩ければ見返りは大きい。麻生木への打撃になるはず。美術館か、キービーというかだいぶ濃そうだけど大丈夫なのかな。罠という可能性もありえるが、乗ってみることで奴らの腹の内も探れるかもしれない。それでどうだ、ザッパ。だね。ああ、そうだな。そうするか。面白くはないがクールな判断だ。うん、せっかくだ、虎太郎にも殴らせてやりたいしな。そうだね。そういうことなら、でも次見かけたらあのピエロただじゃ済まさないからね。うん、ぶつぶぞ。当然だ、道化師は道化師らしく。
成功の後の失敗でオチをつけてもらう。じゃ、今回は4人だね。しょうがないね。トラ太郎は寝かせないと。まあ、だな。留守の間は医者んとこに面倒見てもらっとく。あのどうした？どうしたの？この子名前はいつになったら出てくるんだろう。わからないけど。でも今は私を仲間にしてください。おお。人狩りマップに美術館がオープン。うん。あの子が仲間になりましたね。じゃあ美術館に乗り込みましょう。山本、読めないけど常設展示、醸造の人間が多く訪れる。エピソード4、カタストロフィー。まだそこそこ客いるな。まあそれはそれでいいか。しかし、これなんて読むんだろう。ゴザダの材質なの。相変わらずくだらない展示だ。これなんて読むんだろうね、本当に。半分以上ただの記念館状態だからな。分取っても金にもなりゃしね。じゃあ乗り込む意味ないんじゃないの。価値のあるもの、あるいは人材を吟味してって形になるか。警備は確かにあちこち穴がある。紫の言葉通りだ、今のところは。さて、罠かマジか。罠なら面白いやつがいいね。もういつもの調子か。珍しく怒ってたと思ったが。ね、そりゃ仲間やられりゃ怒る。だけどまあそれはそれ、これはこれだ。そんなものか。割り切るのが上手だね。ザップはすごいと時々思う。そうか。まあいつも敬っててくれて構わないぞ。まあ尊敬できるところはあるよね。いつもはだいたい迷惑してる。はーい、お待たせー。お、ペンキャちゃん来た。準備できた。もう一人は？あの子か。そっちもバッチリ。よっきよっき。ほら、おいでって。お。ちゃんと衣装変わってる。すごいセクシーな衣装ですね。他二人もそうだけど、メガネ伊達だったのか。そこ。まずそこ。コンタクトは一応持ち歩いてて、スタイリッシュっしょ。何事も派手に可愛くいかないとね。私元の服でいいです。秒で胸ポロリしそう。変装せずに人狩りしてたら街歩けなくなるよ。変装になってるのがそれ。顔隠してないけど。あ、そっか。そういう全力で体を強調するデザイン。見たものは顔などに気を配る余裕なし。君もね、だいぶそんな感じだよね。普段の方が変装扱いになるな、これは。うん、腕によりをかけた改造なんす。時間がないなりに頑張っちゃったかな。キラキラちゃんが作ったの。それですよ。すごいな。ここ病院でもないのに、なんでナースなんですか。ナースかこれ、ナースか。看護師なんでしょ。いえ、学校が看護学校というだけで、本職というわけでは。メティーコメティーコ。あー、ついにナイトにも衛生兵が動員されたか。どう、ザッパ。よし、今日から名前はメディコな。メディコ。えメディックだから。だから私、医者でも看護師でも衛生兵でもなくて。俺たちのように直接戦うのは難しいだろう。
どのみち人これでは支援メインでやってもらうことにはなりそうだが、回復役が来てくれたのかな。今まで回復アイテムないとダメだったからね結構ありがたいな。それはそのそうかもしれませんけど。いやか、それなら元のままジミコかメガネコあたりになるがそれもちょっとというか、なんで私のあだ名を知ってるんですか。しかも2つとも今までそう呼ばれてたのか当たってたのか。使用済みならメリコだ決まり。わかりました。しかし本当にいいのか。あんたの価値観からすると俺たちとはね、気合わなそうだけどね、普通だったら。はい、でもこの町が普通じゃないというのはよくわかりました。父がどうなっているかもわからないし、普通には調べられないことも自分の目で確かめたいんです。わずかでも父を探せる可能性があるなら私、すみません、自分の理由で。でもま、いいんじゃない、みんな目的とか適当だし。そう、ナユタはみんなが好きにしてるクランだから。ああ、その通り理由は何でもいいさ、明るく楽しく遊戯をぶん殴る。ぶん殴れぶん殴れ、無秩序がいいわけじゃないぞま、ともかくあんたには恩もある。常に危険だから血を抜くなよね。え、普通に銃とかぶっ放されるから。はい、さあさあ男子、そろそろ行くよ。スタンバイゴーゴーゴー。よった、いい、よし準備オッケー。ほう、早着替え、いつでもいいぞ。そんじゃ新メンバーも来たところで一狩り行くか。イエーイ、やったんでな。お、イベントだ。それガス巻くよ楽しそう。な、なに、コアだ、武器を持ってるぞ、逃げろ。ボケ、私が先だ。私を誰だと。警備は何をしている。なんだかとんでもない騒ぎにそりゃな、慣れろ。そんな、なあ、こっち以上に騒がしいのが向こうから聞こえてこねえか。ほん、確かにこれは。お、白の目か。なんでお前げ役様、それはもういいが、シノノメ派か。なんや、おのれら。お？おった、シナズの旦那か。なんかボスっぽいのが来たな。おう、なんや、ザッパユタか。ナユタか、我ら、えらい派手にやってくれるやんけ。なんで今日ここに来よった。ん、フラットの人に即されて。今日はここがおすすめやとかおざくソムリエでもおったか。どう、そこのデカ胸のジョーちゃん、怖いよ。その紫とかいう人がそんなこと言ってましたですよね。素直に知るやつがあるかダメだったの。どうするんだい、シノノメ派の2番手としては。2番手なんだ、うん、ピエロに踊らされてりゃせいはないわ。今日は見逃してるからいいね。ね、帰らなきゃいけないの、こっちが。ああ、行っちまったな。またあの生ハゲマンと鉢合うなんてついてないな。ついてないねマン、メンいっぱいだから生ハゲメンズ。あの
けど。どうするザッパ。聞くまでもなかろうよ。突撃。行くんだ。はい。現時点ではブツは大体こんなもんだと思います。それで。なった。また会っちまったぜ。会いに来たんだろ。喜ぶな。また我らかい。遊ぶんやったらよそ行け言うたやろ。そう釣れないこと言うなよ。まあ、やる気なしってんならこっからの上がりは勝手にいただいてくがね。ちっ、めんどいの。何の騒ぎだ。お、来た。あの女、工場の。ガキが遊ぶところ間違えてるだけです。先日の同時どもか。言うてわからぬ、脅してわからぬならば切るしかないか。同時って言うけど、君もそんな大して年齢変わんなくない。篠宮派統領、三部菊千代、この名を土産に。菊千代。お嬢。お嬢が出るまでもありません。わしがやっときます。シナズ、邪魔をするのか。一度見逃したのはわしの落ち度です。本来ならお嬢が合わないはずの奴らです。いいだろう。つうわけでやったるわ。お、ありがたくくたばっとけ。ボス戦っぽいのが始まったな。どうかな。面白くなってきた。消しかけるな、ザッパン。やつの固い名前もらいには近寄るなよ。はい、絶対に。BGM かっこいいな。うわ、先制攻撃。じゃあこっち抜いていきましょう。 HP 高っ、2160って。止めてみろ。これはなかなか長期戦になりそうです。もうしかも複数回行動してくるのか。これはなかなか厄介だな。むしろまず奥のやつらからやっちゃおうか。当たりさえ出れば。もう地味残っちゃったな。キラキラ世界やっとこか。ひさただおーおーおーおお。なかなか派手な技だな。おお、ザコ2人一気に倒してくれましたね。これはありがたい。じゃあクリサイスも続いて使っちゃおう。新たな一途のパイククリクリクリはーい、楽にして。これでデバフがつくはず。しかも結構減ったな。いいね。おお、全体攻撃か。全体攻撃ってか3人同時攻撃って感じかな。キラーピン、あー、キラキラちゃんの攻撃は基本的に三角になってるね。キラピーチ、ほら、クラーねー。拙者、これどうだ、倒せるんじゃない。まだ耐えてる。よし、ぶち抜いたれ、ほら。止めてみろ。ザッパー君で倒すのなかなかいいね。よしよしよし。はぁ、あ、倒れたか。はぁ、あ、もう疲れた。指痛い。ほぉ、なんだ、ずいぶん平然と。はぁ、あ、久しぶりに死んだわ。え。そんな、起き上がってきた。死なずの死なずは、伊達じゃないか。うまいこと言うな。おかしいですよ、あの人。腕の関節とか変な風に動いて。ありゃ義肢だな。戦いすぎてだいぶ置き換えてるらしい。へえ、サイボーグってこと。指揮しとんのはお前か、チャカのガキ。自分は頭から突っ込んでくるくせに周りを見とるやんけ。まあ頭から突っ込まないと当たらないだけなんですけどね。修行もしとらんガキどもにしちゃまあ悪うないがな。クマ、あれは危ない。下がって。シナズ、
遊んでどうする。はあ、勝負でして。やはり私が片付ける。もう文句はないな。ぬむ、これはまずいんじゃないの。あ、なんか来る。なんだこの気配は。なになになに、うわ、なにこれ。